シャローシラジオサニーデーフライデー。この番組は国内海外問わず放浪が大好きな国際派シャローシ DJ のポッドキャストです。明日から週末だとウキウキするような、そんな昼下がりの金曜日の気持ちになれるトーク番組を作っていきます。番組へのメッセージ、ご意見、ご感想、番組で取り上げてもらいたいトピックなどなど、どしどし応募しております。いやでも何だろう、今のでも相田さんの質問を聞いてて、結局流れていくじゃないですか、どんどん新しいもの更新されちゃうんだ。どんどん流されてって、ね、残ってない。大体読んだ今日の新聞なんだっけってなったってほとんど覚えてないで、僕の中でやっぱ覚えてるのって自分がだから一回こう例えば考えてなんかその記事にしたとか、なんかそのプロセスを経てないとなんか人に語れるレベルにはなってないです。あー、それ深いですね。それかまあ本とか読んでてよっぽど気になったとか思ったことはなんか頭で考えたりしてないんですけど、なんか大体流し読んじゃってます。本当ダダ漏れ。そうですね、読んでる時間はあるのにそれが頭に入ってこない。なんかいや、なんか自分の高木さんの話をなんとなくこう目に見える形にすると、バケツがあります、ザルがあります、そこにまた水を、ね、入れるバケツがあります、で高木ザルっていうのがあるんですよ。高木さんが気になるものをすくい取るためのザルです。でそこに情報っていうバケツに入った水をジャバーッジャバーッて流すわけですよ。そうすると高木さんが気になっているものはそのザルにはちゃんとキャッチできる。そうそう、残ってますよ。そう、でも情報っていっぱいあるじゃん。ああ、ありますね。もうそこに邪魔っつってやんないとそのなんて欲しい情報っていうのも邪魔ってやんないと入ってこない。ああ、はい、一定量は確実に必要。そうですね。でもその中にもしかするとこれはっていうのが入ってくる。その可能性はを、なんですか、毎日そうです、ね、あるかな、あるかな、今日もなかった、明日はあるかもな、みたいな。あ、まあ、ある程度その摂取するもの、情報っていうのはやっぱり広くして、 そのザル自体を大きくするのはどうするんですか。ザル自体を大きくするにはだって、あれですよ、逆に言うとやっぱこの縫い目が荒いものもあれば、細かいもの、そうそうそう、ザル自体が大きいものもあれば、ちっちゃい。自分がやりたいと思ってることが明確なほどザルは的確なザルになる。ああ、細かく、そう、要はこれをこの情報が欲しいがきめ細かくてすごいコンパクト、するとストライクドーンみたいな、はいはい情報出ましたみたいな、おっしゃこれ使うぜみたいな話になるわけ。でもザルが荒くてなんとなく広いだけだと、なんとなくこれも使えるかな、あれも使えるかな、あれって本当は何したかったんだっけなみたいな。めっちゃわかりやすいです。一定の情報量は流さなきゃいけない。そこから何を救い出すか、それぞれ今何を一番気にしてるかっていうところがザルになる。それ高木さんが言ってたそのブログとか自分でこうプロセスを減ることによって習得するというところの、そのザルを作るところはそのブログとかそういういろいろ何かをすることのところってことですね。ブログはあれじゃないですか、はい、僕はこう思うよっていう、多分ザルで作ったものを、ね、利用してる。あ、自分の関心のやっぱ 目っていうのを細かくするっていうか、荒くするだけ。あれなんでしょうね、重要性で言ったらやっぱり僕はこう思うよ、情報も必要か、両方ともやんなきゃならない。
ていうか少なくともさ僕と相田さんよりはやんなきゃダメなんじゃないですか。でも若いもん。いやいやそうですね。いや本当に消しかけていただいてありがとうございます。頑張ります。僕もね、多分20代の時から50冊ぐらい年間読んでたよ。本当ですか、うん、すごいっすね。読んだと思う。無駄に。何系読むんですか。あ、でもそれはね、あんまり意識してなかったですけど、とりあえず、一番最初は、あのヒットしてるビジネス書から入りましたよ。あ、やっぱ24、5歳ぐらいの時から。多分週1冊、2冊ぐらい読んでましたよ。それは自分を向上させたいんですよね。なんかどういうモチベーションなんですか。なんか読まないと気が済まない。いや、能力を経営者を相手にしてたから、そう24、5歳でスーパーバイザーで、なんかやっぱりその勝てないじゃないですか。知識も経験も、はい、でもそういうなんか自分が勉強して得た知識はなんかこう活かせるわけですよ。だからもうさ、それしかないと思って読んでた。で30過ぎてちょっと読まなくなって、でまた何年か前から読み出しちゃったんですよ。きっかけはあるんですか。読み出したきっかけっていうのは、やっぱりこのままじゃなんかこうたまに1年に1回とかこのままでいいんだろうかって考えたりしますよ。あるんですね、それ。あるんですね。てか多分そういうのを機会を作った方がいいと思ってて、あ、その時にやっぱりこうさっきの話じゃないですけど、はい、やっぱこうインプットかアウトプットが大事だね。それにインプットが足りてねえじゃんとかなって、なんか目標を決めるみたいな。諸行は無常なので、はい、移り変わってしまうんです、はい、だから5年前良かったものも今年ダメになっちゃったりとかするわけですよ。そうするとこのままでいいのかなっていうのは年1回か2回はあった方がいいんじゃないですかって話。まだこれはまだ通用するのだろうかとかいやそもそもあれですよ、一番最初に田村さんに話したのは、いや毎月ね、ちゃんとやることを決めて、それをお互い振り返るんだと。あ、そうですね。あ、言ってました、言ってました。言ってました、言ってました。超人ごと何決めたか覚えてる。え、なんすか。先月、ちゃんと決めた。今月やること、ブログ、毎日書く、毎週書く、ポッドキャスト金曜日に出てあげる、コンセプトをしっかり決める。で、どうなの発生状況は。その3つのうちの2つは終わりました。コンセプトを決めるは僕自身としてはできたと思うんですけど、できないと思うので、うん、まだ28までいっちゃって。でもある種 100% だね、達成率。そうですね。すごいじゃん。やった5枚目5枚。すごい。ありがとうございます。コミットしました。コミットしました。でもそれを増やせばいいじゃん。ああ、そうですね。コミットする量を増やす。今だってビジネスしかないでしょ。はい。もうその個人につける。おお、まあその個人の目標みたいな、夢みたいな。そうそうそう。だって運動とかしてるんですよね。あ、走ってます。運動とあとインプットととかってこう増やしてたら、やりがいあるじゃないですか。ありがたいです。でもブログはすごいいい目標だと思います。頑張ります。やらないで金曜日迎えるとかやばいと思ってしまう。そうでしょ。有言不実行になっちゃう。それダメだと思ったら、それは絶対やったりやったり、なんとかして行かなきゃいけない。だから、あのね、あの言葉では何とでも言えるあやさん、あやさん呼ばせてくださいよ。大丈夫。俺3年やってるからそれすごいっすよ。やばいよね。すごいっすよ。毎週追い込まれてます今の時代。
だからその時にどうやったらこれを追い込まれないようにするかを考える。ああそうっす、ね、そうなんでこれを自分を追い込まれてしまうのかって。確かにそうっすね。そうやだな、こんな追い込まれるの毎週毎週なんでこうなんのって思えばいい話だ。追い込まれたくないですか。そう、どうやって逃げるか。そうそうやってるけどどうやって逃げてるか。じゃあはい、質問。これ共通の趣味の話として、はい、あの走ってるって話。自分、はい、も走ってるんです。どういう、はい、なんですね、はい、あのことで、なんか目標というか、どういうことでモチベーションで続けてらっしゃる。あ、僕は1年に1回江東区の駅伝大会があって、はい、なるほど。で僕が独立するして、はい、独立したのは2018年ですけど、はい、まあ、その時の年明け1月に社労士会の駅伝大会があったんです。そこで呼ばれたメンバーが入って独立室に、そこで走って、それでなんかもう走るのきっかけになって、で次その時の年の駅伝大会は全然タイムが良くなかったんです。でその次の年はその次の2020年今年の1月でした。1月の駅伝大会ではせめてでも高校とかマラソン大会では結構8キロで28分ぐらい走る、それを行きたいなと思って、それを超えたいって頑張って、それでモチベーションで走ったり、5キロ20分弱ぐらい走れて、でもやっぱり速い人はすごい現役でいて、全然僕よりも年上の人が走ってて、その人たちが速く走りたいなみたいなのがあって、それで今も続けてるみたいな。そういうモチベーションでやってます。それを聞いたら、はい、僕からのアドバイスは、はい、怪我だけはしないでくれって。そうです。経験あるんですか。だからなんで怪我するのっていうところの理屈を話すと、はい、それは距離とか、はい、タイムとかに縛られてるから。そうだからなんか自分の限界値とかをなんか超えようとか、はい、無理してでもこうしたいとかってなっちゃうから、はい、怪我するのかなって俺は思っていて、で自分の走るコンセプトは、はい、要は昼間の、はい、要はデイタイムにどれだけ自分が心地よくいられるかのために走ってる。要はそのなんか走り出したきっかけっていうのは、会社辞めました。で会社にいた時期はめちゃくちゃだったんですよ。なんつうあの生活習慣、生活がてか360日会社にいた。で泊まってたし、段ボール引いてその上に出て、でいざ会社辞めるぞってなった時に独立しようっては思ってたんで、じゃあ独立は、まあ、会社には言わなかったけど、辞めますっつって、どうするのって、いや、まだ決めてないっすっつって、腹の中ではもうすぐ独立するぜって思ってたんだけど、独立して、じゃあ何がまず必要かって言ったら、まずは30で独立して、まあ、40、50って続けられる、まず体力が必要だって言ってた。だから体力作りのために走り出した。走り出したらやっぱりなんか基礎体力もないし、そのなんか知識もないし、走ろうってモチベーションだけで走ってたからむちゃくちゃだよ。ただ一個だけ、怪我だけは絶対ダメだ、こんなことならやるよっていうので、怪我しないでどうしたらこれってうまくいくのかなを考えたりとか、あんまり目標を作らない。で俺は基本的に朝起きてすぐ走るの。本当ですか。でそれもルールがあって、基本的に俺目覚ましかけないんですよ、寝るとき。そうなんですか。そうで6時台に起きれたら走るの。
で、7時1分でも超えたら走らないそれって何かっていうと、寝て起きて6時台に起きてたらそれ今いいコンディションですよって。で、7時台に起きたらもうそれ疲れてからやめろってすごいシンプルな話体の調子に合わせて走るっていうのは、それは自分の体のパロメーターをチェックする。そう、それが睡眠の起きた時間で測ってる。いかがでしたでしょうか。サニーフラートーク、次回もこのお話の続編をお送りします。魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。シャローシラジオサニーデイフライデー、 DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。いってらっしゃい。